ロングタイムノースイーやな。習ってましたね、あなた。どういう意味でしょうか。久しぶり。そうですね、飽きましたもんね。そう、5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月。え、そんなにいたっけ。でも勉強ができたわけじゃないですか、5ヶ月間。勉強した。めっちゃジャスティン・ビーバー聞いたよ。聞き流した。めっちゃビーバー。このコーナーのあいつ好きやわ。余裕で笑顔の横山ですが、久々の収録でまさかの大スランプ。今回は海外のレストランで役立つ英会話、皆さんは聞き取れますか。この感じやな、久々やな。 It was a nice place. It's my treat. まあ日本語でこのイグアナっていうのはすごい入ってくるよね。イグアナプレイって聞こえるね。It was a nice place. It's my treat. どう聞こえましたか。 It was a place. It was a tooth みたいな。トゥース。トゥース。ちょっとラストもう一回だけ聞いて。伝言するのは It was a nice place. It's my treat. いいお店でしたね。私にご馳走させてください。海外でのレストランで使える英会話。It was a place. It my tooth.なんかそんな言ってる。めっちゃ笑ってるやん。じゃあもう汗止まれへんねんけど。あ、Thank you。 え、なになになに。 It was a place. It's two is って言ってんの。だんだん変わっていってますよ。喋るたびに英文が2点3点。頼む。序盤のミスは絶対に避けたい。 It was a place. It's night twist.お願い、あれか、もうお願い。いくで。One more time. It wanna press. It's not twist. 二人目にして大事故発生。こんな感じやね。頑張って。一回だけここで言ってもらうなしな。なしです。なしです。一回だけ、一回だけ。一回だけでいいから。それ普通の会話になるんですよ。横山さん言ってることが変わりすぎてるんですよ今。嘘やろ。もう一回だけ、もう一回だけですか。もう一回だけ、もう一回だけ聞いてください。もう一回だけね。もう一回だけやで。一回だけですよ。最後、最後に、はい、絶対もう最後やで。It was a nice place. It was a nice place. It was a nice place. It's my treat. It was a nice place. It's night twist. It was a nice place. It was a nice place. It's night. It was a nice place. It's night twist. もう頑張って。もう無理や俺。すごい汗だね。本当の発汗作用。なんかナイスプレイスは分かりやすいですよ。どういう意味ですか。あの良い店でしたっていうことです。けどナイトウィスはないんですよ。なので一番頭に浮かぶのがウェイトレスかもしれない。遅いな。全然けんやんけ。遅い。ごめん。めっちゃ時間かかってるじゃないですか。いや俺はもう全然分かれへん今回。いいよいいよ大丈夫よ。はるか何も悪くないもん。はるかが悪いかもしれない。絶対悪い。どうしたの。大丈夫。 It was a nice place with a nice waitress. え、な、そん、え、なに。もう一回言って。 It was a nice place with a nice waitress. そんなことになる。絶対間違えてるでしょ。もう俺はもう何にも分かれへん。いやもう大失態してるじゃないですか。It was a nice place. It was a nice waitress. さらに狂い始める。って言われた。いい店でしたね。いいウェイトレスでしたね。ちょっと。ってなるよね。うん。なんか違う。アンカー村上へ。ちょっと待って、めっちゃ難しいんじゃん。めっちゃ時間かからんかった。かかりました。長い。ロング。それすらも出てけへんみたいな。なんで英語で言おうとしたんじゃ。It was a nice place. It was a nice waitress. え？ほんまに？リアリー？It was ってなんだよ。
It is It It is のあれか。It is の過去形だろ。だった。だった？このお店はもう潰れたの？じゃあ。来たことあるなーって思い出の話？え、食事しに来たんでしょ？そうです。入ってる？店にこれ。入ってからの話？思い、え？店の前に来て、あ、この店は安くていいスタッフがいたなっていう思い出の話？どっち？入ったかだけ教えてよ。さすが村上、ある意味すごい思考回路。さらに、It was nice place。 いい値段だった。いい値段だったの？いいで、良心的だね。なんかのキャンペーン中？安いの？ウェイトレスやから女性でしょ？なんで女性？レディースデー？奇想天外なドリブルでぶっちぎる。 It was a nice place. It was a nice waitress. すごく良心的な値段で素敵なスタッフがいた。もちろん不正解。 It was a nice place. It's my treat. トリートか。ウェイトレスはどこで出てきたの？ It's my treat が変わったんやな。これもうオンエアでみんな横山君のこと確認できんから悔しい。分からへんねん。いやでもこれ難しかったね。めっちゃはるかもへこんでるやん。ごめんな、はるか。こちらこそ二人対応できなくても。いやいや、もうほんまはるかにどれだけ普段助けられてるかな。それは分かってるわ。普段助けられてもらってるって。なんでそんな言い方するんですか。なんでそんな言い方するんですか。別に普通に言ってるだけやろ。ちょっとわーって言いますよね。横山は後輩錦戸から英語の伝え方以上に日本語の伝え方でダメ出しされた。